おはようございます。ももかさん、おはようございます。おはようございます。りえさん、おはようございます。今日はですね、まあ少し曇ってますが、曇ってますが、まあいい天気です。ルルさん、おはようございます。まいちゃん、おはようございます。あやぽんさん、しりまるさん、さみやさん、ゆうさん、サブレさん、あ、言ったかなはい、おはようございます。おはようございます。ともさん、今日も同じ場所です、ここが一番何か電波が安定して、ここはですね、まあ心配なく放送ができるということで、なかなかですね、意外とあの電波がちゃんとしたところってないんですね、少し弱いところがたくさんあるんです。ここはですね、一応安定してる感じがしますね。ですから、まあここが一番放送がメインに なりそうですね。ヒットさん、おはようございます。ちょっと青空が出てますね。ちょっと青空が出てます。テレビさん、おはようございます。ハナさん、おはようございます。今日はちょっと、滑り台に登ろうと思います。まあ、滑らないんですけど、一応登るだけという。あ、クモの巣か。クモの巣がありますよ。ということはあまり使ってない、子供が全然来ないということですかね。よいしょ。はい、ちょっと高いところから、まあ、聖書で言うとですね、あまり高きところって良くないんですね。旧約ではですね、まあ、その偶像をですね、高いところで偶像崇拝したというところで、旧約聖書ではですね、高きところっていうのはちょっとですね、偶像崇拝の場所なんですね。まあこれは滑り台から特別っていうことはありませんが、やはりバベルの塔もそうですが、バベルの塔も神様に逆らって人間を高くしたということで、人間の傲慢さを表します。まあ現代で言えば超高層ビルは現代のバベルの塔みたいな感じがします。昨日ですね、妻とドライブしてる時に、あの超高層ビルがいくつかありましてね、あそこに住みたいって聞かれたんで、いやいや、ここも怖い、超高層ビル怖くて住みたくない。まあ、皆さんの中で超高層ビル住んでる方はごめんなさいね、そういう批判してるわけじゃありませんが、まあ、超高層ビルは、地震の時ちょっと怖い感じがします。二階さん、神様が目の前に見えたら人間が言うことを聞かなくなるから見えないんですね。神様が目の前に見えたら人間は言うことを聞いてしまうと思いますよ。見えないから言うことを聞かないのではないかなと思います。多くの人がですね、イエス様が夢に現れた時に、すごくこう、なんて言うんでしょうかね、心打たれてすごくこう悔い改めるような気持ち、神を恐れる気持ちになるそうです。ですから私たちは神の前に出たいと思うべきです。
私たちは神の前に出ることによって、その心がですね、心がこうなんていうんでしょうかね、砕かれて、砕かれて、私たちは神を崇めるにふさわしいものに変えられるのではないでしょうか。ですから罪というのは神の前に出れない、出ることが許されない、神の前に、出ることができないという意味ではないかと思います。神様がおられたらキリちゃんだって法律無視して神様の言うことを聞くから人間が言うことを聞かなくなるでしょう。神様が、二階さん、神様が現れても現れなくても私たちは、神様の教えを優先しますね。人間の教え、法律よりも神様を一番にします。イエス様を一番にします。そういう意味では私たちは、でも二階さん、クリスチャンこそですね、クリスチャンこそ法律を守る善良な市民なんです。なぜかというと、その神様のに従うということとあらゆる権威に従うということは関連があります。神様に逆らうということはあらゆる権威に対しても逆らうということであり、犯罪を見ればわかりますが、犯罪は神様に従わないからこそ犯罪があるんです。ですから、クリスチャンが増えるということは、善良な市民が増えるということでもあります。聖書にはあらゆる権威に従いなさい、あらゆる権威に従いなさいとあります。もちろんイエス様に従うということが優先ですから、もし信仰を持ってはいけないという法律があれば、江戸時代のキリシタン禁令のようなものがあってもそれには従いません。あくまでもイエス様を優先した上でこの世の権威に従います。ですから、おはようございます。このような権威に、従う、それは神の秩序を表します。私たちは平和を作り、神の平和を作りますから、私たちは信仰に反しない限り、信仰に反しない限りあらゆる秩序に従います、あらゆる権威に従います。春樹さん、私の田舎は熊本の、これ山鹿市でしょうか、山鹿市わかんない、なんですが、雨の被害はイエス様に祈れば大丈夫でしょうか。ぜひ祈ってください、ね、祈ってください。サブレさん、神様がいても人間が汚れているので眩しすぎて見れないと言われてますね。そうですね、私たちは、罪の持ったままで神を見たら死ぬと書かれています。しかし私たちはイエス・キリストを信じた者は、イエス・キリストを信じた者は、罪が許されて神の前に出ることが許されています。ですから私たちはイエス・キリストの名によって、イエス・キリストを信じる信仰によって大胆に神の御前に出ようではないでしょうか。私たちは汚れているかもしれない、しかし私たちにはイエス様がおられます。イエス様が私たちの弁護士であり弁護人であり、イエス様が私たちの保証人です。ですから私たちは、自分はですね、罪深いかもしれない、自分は罪深いかもしれないけれども、イエス・キリストのゆえに私たちは神の前に出ることが許されています。モーカさん、イエス様が夢に出て来られた日からもっと悔い改めるようになりました。モーカさんの夢にイエス様が出てきたんですね。リスナーの方に何かの方がイエス様が夢に現れたり天国に行かれた方がいます。羨ましい限りです。イエス様は、イエス様に祈れば許してくれるけど、
他人はなかなか許してくれないのが悩ましいところ。新海さん、大事なことはですね、もちろん人にも許してもらいたいかもしれない。しかし、イエス様に許してもらうということがとても大事なんです。イエス様に許してもらえるならば、私たちは人も許してくださるようになるでしょう。大事なのはイエス様との関係です。イエス様との関係が、健全かどうか。私たちは朝ごとにイエス様の御前に出る必要があります。朝というのは一日の始まりです。日ごと、朝ごとに新しいという言葉があります。私たちは毎朝聖霊によって新しくされます。新しい信仰、新しい心、新しい思いが与えられます。古いものは過ぎ去って、古いものが過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなる。皆さん、この放送は朝7時からしていますが、とても非常に、なんて言うんでしょうかね、時間的にはいいか、いいと思います。イエス様は朝お会いしてくれるんですね。皆さんに朝のデボーションタイムを進めていますが、一日の始まり、一日の始めにイエス様と出会う、イエス様に祈る、これはとても大事なことだと思います。ジゼルさん、私には頭があります。皆さん、これはですね、ごめんなさい、このタイトルをはどういう意味かということをまず聞いてみてください。これはですね、頭と読みますね。あなたには頭が必要です。まあ、頭と呼ぶと、もちろん頭も必要ですよね。頭も必要ですが、頭という、これはですね、聖書の言葉に、キリストは教会の頭、キリストは教会の頭と書かれています。私たちになぜ頭があるんでしょうか。頭というのは何でしょうか。頭というのは、まあ、その体を支配するところですね。司令部と言ったらいいでしょうか。あらゆるものにですね、まあ、指導者がいます。会社には社長という、まあ、指導者がいます。そして国には、まあ、首相とか大統領というリーダーがいます。家庭には夫、まあ、聖書的に言うと夫がリーダーなんですが、家庭には夫というリーダーがいます。まあ、父親と言ったらいいでしょうか。教会のリーダーは牧師です。あらゆるところにリーダーが必要です。ヤクザの世界にも親分、ね、ヤクザの世界にも親分というリーダーがいます。昔ですね、昔、今から 2,30 年前に親分はイエス様という映画がありました。親分はイエス様、それは、ヤクザの人がクリスチャンになって、ね、それまではヤクザの親分が親分だったんですが、その人たちは悔い改めて牧師になったんですが、牧師になった元ヤクザの人は、親分がイエス様になったということですね。親分はイエス様、私たちも同じですよ。私たちも親分が必要です。親分ってちょっと語弊がありますが、イエス様が、親分です。イエス様が頭です。イエス様がリーダーです。イエス様が王です。イエス様が大統領であり、イエス様が首相なんですね。私たちにはリーダーが必要です。皆さん、もしですね、もし、そうですね、もし脳がなかったらですね、脳がなかったら、いろんな体の機能が、不全になりますね。機能不全になってしまいます。脳があってこそ体のバランスがあり、またいろんな、動物には本能がありますから、本能があってこそ、犬が、ね、
糞をした後泥をかけるような本能もあります。そういう本能のゆえに、はい、そういうわけで皆さん、全てのことにリーダーがありますが、そのリーダー次第で、悪いリーダーになったら、国も立ち行きません。悪い社長だったら、会社が倒産するかもしれません。ブラック企業になるかもしれません。まあ、ブラック企業の社長はみんな悪いリーダーということも言えるでしょう。ブラック企業の社長はみんな悪いリーダーということです。皆さん、私たちのリーダーを誰にするか、私たちのリーダーを誰にするか、それはとても大事なことなんです。私は以前は、自己中で、ね、自分中心で生きてました。結果的には悪魔がリーダーだったんですね。偶像崇拝をするということは悪魔がリーダーになり、罪を犯すということは悪魔がリーダーで、そのリーダーの言うことを聞くということが、悪魔というリーダーの言うことを聞くことが罪を犯すということなんです。自分で勝手に罪を犯してたんじゃないんですか。そうじゃないんです。罪を犯すということは、罪を犯しなさいというリーダーに従ったから罪を犯すんです。だから罪を犯すならば悪魔がリーダーにだということです。ということは、全ての人が罪人だということは、全ての人が罪人だということは、全ての人のリーダーは悪魔だということなんです。そのことをしっかり理解してください。それは意識してなくて、まあ意識してる人もいますよ。悪魔崇拝する人が増えてますから、悪魔崇拝する人たちは意識して悪魔に従っています。アメリカではそういう人たちが増えてます。でも日本でもこれから増えるかもしれません。意識して悪魔に従う、恐ろしいことですね。しかし、多くの人は無意識的に悪魔をリーダーにし、悪魔に従っています。そこに恐ろしさがあるんです。ですから私たちはまずそのことに気づきましょう。そして、首をすげ替えるっていう言葉がありますが、私たちは頭をすげ替えなければなりません。私たちが、ね、私たちの頭を、ね、悪魔からイエス様に変える、悪魔からイエス様に変える、これが悔い改めです。悔い改めというのは、自分のリーダーを変えるということです。自分の所属を変えるということです。自分の今までのしてきたことが、正しくなかった、悪いリーダーに従ってた、悪いリーダーに従ってた、それが悔い改めです。多くの人は誰に従ったらいいかが分からず、誰が正しいリーダーだろう、誰が正しい、指導者であろうか、誰が正しい人はいるのだろうか、多くの人は、本当のリーダーを見失っています。本当のリーダーを見失っています。ある人たちは、政治家の中にリーダーを探そうとしているかもしれません。ある人たちは、有名人の中でリーダーを探そうとしているかもしれません。ある人たちは思想家の中にリーダーを探そうとしているかもしれません。ある人たちは、独裁者によって無理やり独裁者に従うようにさせられているかもしれません。多くの人は間違ったリーダー、結果的には悪魔に従うようにさせられているんです。ぜひ皆さんの頭は誰ですか。皆さんのリーダーは誰ですか。私たちには、最高の頭が必要です。私たちは本当の頭が必要です。それが今日のタイトルですね。あなたには頭が必要です。リーダーには素晴らしい目的と素晴らしい知恵があります。もし人間に生きる目的が、多くの人は生きる目的が
わからないと言います。生きる目的がわからないということはリーダーを持ってないということになるでしょう。リーダーがいないので自分はどっちの方に行ったらいいかわからない、どっちの方向に行ったらいいかわからない。それがですね、多くの人の問題は正しいリーダーがいないということになるでしょう。私たち、クリスチャンは、イエス様がリーダーですから、イエス様がリーダーですから目的があります。それは自分の目的ではなくてイエス様の目的です。イエス様の目的、イエス様のやり方、イエス様の知恵によって私たちは初めて生きる目的を持つんです。そしてそれは素晴らしい、素晴らしい目的があります。神の国という目的です。私たちは滑らない、最近の滑り台は滑らないです、ステンレスって滑らないですよね。なぜ滑らないんでしょうね。まあステンレスは錆びないからいいんでしょうけど、滑る材料でないと滑り台にならないと思うんですが、これ滑らないですね。はい、はるきさん、イエス様助けてくださいと100回唱えたら気持ちが楽になりました。素晴らしい、皆さんそれを、100回は大変ですけど言ってみてください。愛は誰からもらうんですか。ひでたんさん、イエス様ですよ。イエス様が愛の供給者、イエス様がですね愛をくださいます。ぜひ皆さん、イエス様から愛をもらおうではないでしょうか。イエス様から愛をもらおうではないでしょうか。それでは証タイムいきましょう。イエス様を信じて、本当のリーダー、本当の頭を持った証、今まではリーダーがいなかった、自分には人生のリーダーがいなかった、今までは人生の指導者がいなかった、しかしイエス様を信じて初めて本当のリーダー、本当の指導者、本当の頭を得た証、スタート。シャンさん、おはようございます。野猿さん、おはようございます。本当の指導者を得た証。キム・ジョンウンは偶像じゃないですか。偶像ですよ。キム・ジョンウンは偶像です。あ、すみません、ちょっと落とし物しました。虫除けです。虫除け落としました。おはようございます。はい、セッションやめてください。セッションではないですね。虫を愛してください。いやいや、これは虫除けですから、蚊が来ないようにしてるだけですよ。インターネットがリーダー、まあインターネットがリーダーというよりも、そうですね、まあインターネットは正しく使うなら素晴らしいと思いますよ。私もインターネットを使ってます。でもインターネットを悪いことに使うこともできるわけですよね。とびっこさん、おはようございます。しゃぶしゃぶりるしゃきんしゃぶりるさん、おはようございます。
ユウさん、イエス様が本当のリーダーだと確信しているのに、時々悪魔が邪魔します。ハッとします。そうですね、悪魔はですね、悪魔は巧妙に私たちを騙し、悪魔はリーダーになろうとしてるんですよ。悪魔はですね、悪魔は、神になろうとしたものなんです。ですから悪魔はですね、人間を騙して、人間のリーダーに、人間のリーダーになろうとしたのが悪魔です。アダムとエバはまんまとサタンに騙されて、悪魔をリーダーにしてしまいました。そこから人類の悲劇が始まったんです。多くの人のリーダーは悪魔なんですね。多くの人のリーダーは悪魔です。そこにですね、人類の悲劇があります。今度の選挙でイエス様と書いて投票してもいいでしょうか。誰を投票するか、ぜひ皆さんで考えてほしいんですが、やはりリバイバルのためとか、ね、イエス様のためになる政治家、クリスチャンの政治家はあまり少ないと思います。誰が、クリスチャンの政治家が立候補になるかどうか分かりませんが、カリスマ派のクリスチャンがいたらいいと思うんですが、カリスマ派のクリスチャンが立候補してくれるといいと思いますが、分かりません。以前は偶像崇拝で苦しんでいました。今はイエス様を信仰し、イエス様が頭です。救われました。本当の救いはイエス様以外にありません。本当のリーダーを見つけた人は幸せです。本当のリーダー、トランプさん、クリスチャンの政治家、トランプさん一応クリスチャンですね。トランプさん一応クリスチャン。ハルキさん、キューちゃんは、白い衣装を着て牧師持ってないんですか。いや持ってますよ。牧師の衣装をですね、3つか4つ持ってますが、着ませんね、ほとんど。イエス様はそう言ったんですよ、ね、イエス様は、律法学者、パリサイ人たちはね、祭司たちは、この格好をつけて、自分に権威を持って、ね、先生と言われたがると、でもあなた方はそうであってはいけないとイエス様がおっしゃったんです。イエス様自身、自分の権威をですね、衣装ではしませんでした。私たちはイエス様の弟子ですから、イエス様のように、振る舞うべきだと思いませんか。私たちは、外側で自分の権威を、印ならいいですよ。例えば、警察官という印、また医者という印、印という意味では必要なこともあるかもしれません。しかし、権威ということでね、服装で権威を権威づける。ですから最近日本ではですね、クールビズだったかな、政治家がネクタイしないでしょ。あれすごくいいと思いますね。あれはもうとても素晴らしいと思います。ネクタイと背広で権威をつける必要はないと思います。世の中がクールビズなのに、まだ牧師がネクタイしてる人もたくさんいます。世の中の方が進んでる感じがしますね。メロディーさん、おはようございます。日曜礼拝ぐらい衣装を着て牧師らしくしたらいいと思います。はるきさん、聖書の考え方自体がですね、外側ではなく内側が大事だと教えているんです。ですから私たちは本当にイエス様の教えを理解し、イエス様の教え通りに歩むべきだと思います。ヒロさん、悪魔がリーダーになりそうに私の中にも入って道を迷わせようとします。思考がぶれやすくなってしまいますが、今日キューちゃんの枠に来てイエス様を思うだけでとても晴れやかに、迷わない感覚になります。アメン。そうです。
私たちは絶えずイエス様の前に出るべきです。一日、特に朝ね、朝私たちはイエス様の前に出てデボーションをしたり、この放送を見るならば一日が良い一日になるのではないでしょうか。初めが肝心、これは聖書の言葉じゃないかもしれませんが、初めが肝心という言葉がありますが、これは聖書的な言葉でもあります。聖書でも初めが肝心という考え方があります。イエス様は全てにおいて一番、イエス様は全てにおいて一番とあります。ですから私たちは、イエス様をリーダーにして、リーダーというのは一番ということですよね。リーダーというのは一番だから、イエス様が一番です。イエス様を全てのことにおいて一番にし、イエス様の教えを全てのことにおいて一番にし、私たちは悔い改めるというのはね、皆さん、悔い改めるというのは私たちをイエス様に合わせていくということです。悔い改めるということはイエス様の教えに対して間違っている部分、違っている部分を変えて、自分の間違っている部分を変えてイエス様の教えに合わせていく、従っていく、これが悔い改めなんですよ。そしてそれが弟子なんです。そしてそれがですね、イエス様のように変わっていくということです。ヒデタンさん、昨日万引きしてしまいました。悪魔が俺の頭と、まとわりつくような感じですが、どうしたらいいですか。ヒデタンさん、ぜひ、まさにイエス様に向かって、イエス様助けてください、万引きの悪霊を追い出してください、悔い改めます、悔い改めます、万引きの悪霊を追い出してくださいと一生懸命祈ってください。そして、その万引きすることによって、万引きすることによってそのお店が損害をしますよね。損害を与えてしまいます。そしてそれは愛じゃないですよね。自分の利益のために、自分の利益のために相手に損害を与える、それは愛じゃないということを理解してください。そして愛がないことを悔い改めましょう。ああ、私は愛のないことをしてしまった。全ての罪は愛がないことなんですね。全ての罪は愛がないことです。ですから愛がないから罪を犯す。悪魔に愛がありますか。悪魔に愛はありません。悪魔に従うならば愛のない生き方になってしまいます。イエス様をリーダーにするならば、イエス様をリーダーにするならば愛のある生き方ができるんです。愛があるならば万引きしないでしょう。愛があるなら、嘘をつかないでしょう。愛があるならば、悪いことをしなくなってくるんですね。ですから、愛を学んで、愛のないことを悔い改めましょう。春樹さん、中絶は愛のない犯罪ですね。実はですね、実は、1日ですね、今日3日、1日に、5人目の孫が生まれました。そして昨日ですね、孫に会ってきました。まあ、もちろんちっちゃいです。2970g。男の子でしたけど、中絶はそんな可愛い子供をですね、バラバラにしてしまいます。ペンチで頭を砕いて、ね、体をバラバラにして、走破というんですけど、走破します。中絶というのはね、肉の塊をただ外に出すということではないんです。中絶というのはまさに神様に似せて作られた尊い命、尊い人間をですね、破壊してしまうという恐ろしいことなんですね。多くの人は、知らないで無知のゆえに尊いものを破壊してしまいます。それは悪魔を
に従っちゃってるんですね。悪魔は人殺しです。悪魔は赤ちゃん殺しなんですね。悪魔は赤ちゃん殺しです。ですから悪魔をリーダーとすることによって中絶をしてしまうんですね。ぜひ皆さん、イエス様をリーダーにすれば、イエス様をリーダーにすれば赤ちゃんを守るようになっていくと思います。シャンさん、悪魔は私たちを奴隷にして、嫌がらせばかりしてますね。そうですよ、悪魔をですね、私たちを騙して、私たちを結局は、イエス様から離し、私たちを食い物にし、私たちに悪魔の道具にしようとしています。悪魔は皆さん、多くの人が悪魔の道具になっちゃってるんですね。ぜひ、皆さん、私たちはイエス様の道具になりましょう、ね、イエス様を頭にして、イエス様をリーダーにして、イエス様の目的のために行きましょう。私たちの人生を、私たちの心をイエス様の心に合わせましょう。招きをします。シャンさん、中絶大反対。赤ちゃんも大切な命があります。実は私が3人目の子供なんですけど、母はですね、私を中絶しようとしました、ね。3人は多いからということで私を中絶しそうになったんですが、父がそれに気づいて反対 して、かろうじて中絶されませんでした。神様が守ってくれたと信じます。今中絶されずに生きてきたので、このように放送ができています。今日の放送を見て、ああ私の頭は誰だったんだろうか、自分が頭だったと思っていたけど実は悪魔が頭だったんだ、とんでもないことだった、これから悪魔を頭にしないで、イエス様をリーダーにしよう。イエス様に自分の頭になっていただいて、イエス様に従おう。イエス様の目的に合わせ、イエス様の教えに従って歩もう。これからはもう生きる目的がわからなかったけど、これからはイエス様に従う目的、生きる目的はイエス様をリーダーとして生きること、イエス様をリーダーとして生きることこそ本当の生きる目的だということが分かった、これからそうしようと思う方、イエス様をリーダーにしようと思う方、アメンと言ってください。アメン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 。イエス様がリーダー、イエス様がリーダー、本当のリーダー。ジゼルさん、強要してません、ね、強要してません、そうしたい方はと言ってますね。したくない方は、アーメンと言わなくていいのです。そうしたい方はという言ってるわけですね。強要してるわけではありません。中絶されたらキューちゃんは地獄に行ったんですか、もし私が中絶されてたら地獄に行ってたと思います。天の父様、感謝します。以前は私たちは、首なし人間でした。いや、頭を持っていませんでした。いや、または悪魔が頭でした。頭がないので、自分の人生はさまよっていました。人生をさまよい、世の中をさまよっていて、結局は悪魔に騙されて、悪魔をリーダーにしてしまいました。イエス様、今アメンと言った方々がそれを悔い改めて、イエス様を
リーダーとします。イエス様をリーダーとします。ぜひ、これからイエス様をの教えに従って、本当の目的、イエス様の目的こそ私たちの本当の目的です。イエス様の目的に自分を合わせて、自分の人生を合わせて、全身全霊でイエス様に従うことができますように、あらゆること、あらゆることにイエス様に従うことができるように、どうぞアメンと言った方々が、人生の転換、生き方の大転換ができますように、新しい人生が始まりますように、素晴らしい永遠の命に至る人生が始まりますように、どうぞ祝福してください。アーメンといった方々のリーダーになってください。あなたが本当のリーダー、あなたが本当のリーダーです。どうぞ人生を変えてください。あなたの目的のためにも私たちを用いてください。私たちを用いて、あなたの目的が行われますように。あなたの目的は愛です。あなたの目的は永遠の命です。あなたの目的は祝福です。本当の祝福です。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。はい、皆さん、イエス様がリーダーです。イエス様がリーダーです。すべてのことにおいて、すべてのことにおいてイエス様の教えを一番にしましょう。自分の思いに従ってはいけません。欲に従ってはいけません。この世の考え方に従ってはいけません。イエス様の教えに従うのです。イエス様の教えに従うのです。イエス様がリーダーです。イエス様がリーダーです。素晴らしい人生が始まります。素晴らしい人生が始まります。イエス様の祝福を受けてください。イエス様の素晴らしい祝福を受けてください。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム。